泉泉健太君,泉君ありがとうございますす、えー、国民主党の泉健太でありますまた共同会派の仲間、そして厚生労働委員会の委員のメンバーの皆さんにはご協力いただきまして、えー、今日は質問の機会をいただきましたことに感謝をしたいと思います。まずあの冒頭、本題委員からもありましたけれども、社会保障全世代型のです、ね、検討会議の議事録の問題というのは、私も大変問題意識を持っております。で 確かに振り返ってみますと、過去にもです、ね、有識者の方でいろんな会議体に参加したんだけれども、実際には自分の意見が、言ったはずの意見が載ってなかったっていう話は、どこかで皆さんも聞かれたことがあるんじゃないでしょうか、まあ、よく事務方が丸めるというようなことはです、ね、これまでもあったんじゃないかということも含めて、改めてこの際、しっかりとこういうことを正していただきたい、やはりいい意見も悪い意見もしっかりと正確に載せていくと。 いうことが政府に求められる、それが公文書の役割であるというふうに思いますので、ぜひ委員長、これはしっかりと理事会の中で、前向きな協議をしていただきたいと、まずそのことをお願いしたいと思います、はい、理事会で協議いたしますそして、えー、このハンセン病のことについてであります。 私もですね、森山宏会長のとハンセン病問題の最終解決を求める国会議員懇談会の事務局次長という立場をしておりました、そして今回のワーキングチームのメンバーでもありました、で我が党は玉木雄一郎代表もですね、 まあ当選前から地元、高松、香川県にですね大島清少園があるということもあって、そこを訪問し、これまでまたあ当事者の皆さんと一緒に厚生労働大臣要請にもですね毎年参加をしてまいりました、まあ、特に先ほど話もありました、療養所の職員のですね定員問題についても要請をしてですね。 合理化計画の例外とするということに尽力もしてまいりました、玉木代表自身もこういう努力をしてきたということや、この最終解決を求める国会議員懇談会、事務局長は我が党の新馬参議院議員でありますので、そういった意味でワーキングチームで一緒に取り組んだ岡本光則衆議院議員も含めて、我が党もこの問題、長く取り扱ってまいりました。 でそういう中で、いよいよこの法律、議員立法がですね、に結実をして、今、最終段階を迎えるということで、多くのまあ悲しみを背負った方、つらい思いをした方にとって、まあ、ようやくと言っていいと思うんですけれども、一歩前進という状況が生まれてきていると思います。先ほどご質問のあった項目で、重複を避けて質問させていただきたいと思いますので、その点、どうぞよろしくお願いをいたします。 先ほど、患者がです、ね、おそらく1万人超ということで、そのご家族、いわゆる対象者が2万4000人、そしておそらく総額としては400億円ぐらいを用意しているというお話がありましたので、そこについての質問は省かせていただきますけれども、原告団の皆さんやです、ね、弁護団の皆さんからは、やはり今回のこの議員立法の目的が何にあるかと、さまざまな目的があると思うんですが、 あこの議員立法を通じて、家族関係の修復ということもです、ね、大事な要素ではないかということをおっしゃられておりました、でそういった意味ではです、ねえー、できる限りということでありますけれども、患者当事者がおられて、その患者当事者からもです、ねえー、ご家族の方々に伝えていただくというのは、家族関係の修復という意味でも極めて大事な 手法ではないかということをおっしゃられておりました政府にこの認識があるかどうかということを改めてお伺いしたいと思います宮崎健康局長 お答え申し上げます今般の補償制度による保証金の請求等をめぐりまして、元患者の方々とご家族との間で、より意思疎通が図られるようになることも考えられ、それを通じて、議員ご指摘のありましたように、家族関係の回復につながることもありうるというふうに考えております。いずれにしても対象となるご家族に保証金が円滑に支給されますよう、元患者の方々も含めて、制度集中に努めてまいりたいと考えております。 泉君、えー、まずそういった意味ではです、ね、まあ、入所者、そして対象者、非入所者、この方々があこの情報というかです、ねえー、皆様の広報,啓発広報資料等々を手にする、あるいは目にする、こういうことが不可欠だと思うわけですが、こういった入所者、対象者、非入所者の方々への通知というのは、どのようにされるんでしょうか。宮崎局長 お答え申し上げます今回、法案が成立した際には厚生労働省としても対象となる方に補償制度を知っていただけるよう 広報用ポスター、リーフレットやホームページ等を介して、申請の呼びかけの準備や相談受付体制の整備を進め、対象となる方に保証金が円滑に支給されるように取り組んでまいりたいと考えております。ご指摘がありましたとおり、元患者の方々からご家族の方への呼びかけが保証制度を知る端緒となることも想定されます。現在国立ハンセン病療療養養所所所ににに入所されてていいるる方への周知については療養所内にポスターを掲示する方 ほか療養所の職員等の協力を得るなどして保証制度の趣旨をお伝えすることを考えておりますまた対象者及び非入所者につきましてはハンセン病療養所対象対象者給付給,給与金や、えー、ハンセン病療養所非入所者給与金の受給者を対象に厚生労働省から直接リーフレットをお送りすることも考えられるというふうに思っております えー、ぜひ、その給与金の対象者の方々へのです、ね、郵送ということもしていただきたいと思いますし、先ほど、ポスター、リーフレット、ホームページというふうにありましたがあの、時々政府広報なんかで新聞に広告を掲載されるケースもあったと思うんです。こういったこともぜひです、ね、実現をしていただきたいということを要望させていただきたいと思います。そしててさらににははこの周知につい協で,、ね、ですとか、まあ、原告団団弁護団 ここも私は役割を担えるんではないかというふうに思っておりますけれども、現時点で何か考えられていることあるでしょうか宮崎健康局長。お答え申し上げます。 今般の訴訟の原告団の方々には、制度につきまして、弁護団へ情報提供することなどを通じて、速やかに請求が行われるように注視してまいります。また、元患者の方々の関係団体でございます、ご指摘のありました、全国ハンセン病療養所入所者協議会や、ハンセン病意見国家賠償請求訴訟全国原告団協議会などの団体にも、情報提供を行い、 うちにご協力をいただきたいというふうに考えているところでございます委員長泉君。やはりですね、あの対象者が申請書類をまず簡単に入手できることというのが大事だと思うんですね。で、三役、専務三役にぜひ聞いていただきたいんですが、簡単に入手できることという意味で、まあ、ホームページをご覧いただければダウンロードできますと、まあ、それはまあそうかもしれませんしかしみんながそういうことができるかどうかというのがある。で聞きますとです、ね 地方の局には置きますと、まあ、しかし、それ、一般の方々にとって身近な施設でしょうかねということを考えると、まあ、その各自治体に置けるかどうか、あるいは各自治体の職員にお願いをすれば、例えばダウンロードをして渡していただくだとかですね、まあ、そういうこともぜひ考えていただかないといけないかなと、もちろん、居住している自治体に行くと、まあ、顔がさすからというご意見は当然あります。なので 例えば私はまあ今、京都の伏見というところに住んでおりますが、そこの区役所ではなくて、東京のどこかの区役所であろうが、どこの行政区に行っても、そういう資料をもらうことができるとなれば、職場の近くでその資料を受け取ることもできるということになれば、随分とあと精神的なまあハードルは下がるんじゃないかというふうに思うんですね。要は自分の顔が知れている場所で その書類を受け取るのはちょっとという方があるのではないかと思いますのでぜひまあかといって先ほど話しましたが厚生局ではちょっと遠す,すぎるというふうに思いますので何らか受け取りやすい仕組みを考えていただきたいと思いますそしてですね、まあ、手続きが容易であることそして必要な添付書類がまあ多くならないこと問い合わせ窓口が分かりやすいこと ととということが重要だと考えておりますぜひ、そのポスターができるとすれば、当然ながらですが、まあ、相談窓口を大きく書いていただくと、そして、えー、例えば厚生労働省からお電話さえいただければ、あの必要な書類は全部お届けしますということにするのかどうかも含めてです、ね、お答えいただきたいと思います。宮崎局長 お答え申し上げますあの委員から御指摘がありましたようにあの申請書類を簡単に入手できることとかあるいは手続きが簡易であることというのは我々大変重要なことだというふうに受け止めておりますであのまだこれからですので、えー、具体的なことというのは特に今の段階で決まったことはございませんが御指摘もありましたその申請書類の入手につきましては、えーまあ、これだけではダメと言われましたがあの様式を厚生労働省のホームページからダウンロードできるようにするほか その厚生局もそうですけど、感染病療養所等においても入所できるようにすることも考えておりますし、ご,ご,あのご指摘のありました自治体についてもこれからちょっとご相談できればとも考えております、またあのご要望に応じて、ご希望の宛先に厚生労働省から様式をお送りすることも可能にしたいというふうに考えているところでございます。またあのリフレットややや Q&A をを作成して書書類のきき方や手続きを分かりすすく周知すること とともに添付書類についても最小限にとどめ必要な書類の準備等において過度なご負担をおかけしないように努めてまいりたいと考えております問い合わせの窓口につきましては厚生労働省本省に専用ダイヤルを設ける予定でございまして広報用リーフレット等に問い合わせ先を明示するなどご相談しやすい環境を整備してまいりたいと考えております以上泉君ありがとうございますこの辺はですね、実際にあの施行されてから ちょっとやりにくいだとかって、いろいろ改善点が出てくると思いますので、ぜひ、ね、原告団ですとか弁護団、さまざまな当事者の方からのご意見も聞いて、より実効性のあるものにしていただきたいと、我々も提言をきょうしましたけれども、ぜひ聞いていただければと思います。さて、ここからですけれども、やはりその先ほどお話をしたように、必要な添付書類が煩雑にならないことだとか。 あるいは、あまり過度な立証が求められないことというのが大事だと思います。要はですね、えー、請求の審査において必要なのは、患者が、まあまあ、ハンセン病患者であったことの証明と、そのご家族である、ご親族であるということの証明、端的にはそういうことだと思うんですね。で、その意味ではなんですけれども、あの今、一つ課題になっているのが、入所証明書を取れるかどうか、入所証明書をいただけるかどうか。 これが、まあ、ある意味、患者本人の場合によっては医師に委ねられてしまうと、もう家族であることはどう見たって家族なんだけれども、入所証明書が得られないなんていうことになってしまえばです、ね、これ、果たして本当に家族の関係の修復に。 なるのかと、逆になってしまうんじゃないかということすらですね、考えてしまうわけであります。で、そういったことをいかにして減らすかということで、今日3つほど提言というかですね、提案をしたいんですけれども、まず1つは、国から先ほど話のあった給,付給与金ですね、給与金が支給されている方々、これ、国から支給されているわけであります。そういった方々は、当然、患者でありますよね。で、あるならば、家族の側からですね、 この方がいつ発病して、私の家族はいつ発病して、どの診療所にいて、ああです、こうですという、こう証明の書類を送らなければ、それはあ認められませんというのではなくです、ね、この給与金が渡されている方々については、家族関係さえ証明されればよいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか副大臣、はい、橋本厚生労働副大臣。 はい、お答えをいたします。あのー、保証金の支給の認定審査にあたっては、あの、先ほどそ、その、元ハンセン病元患者に該当するかどうか、それから当該元患者と一定の家族関係があったかどうかというお話をされましたが。あの、同居保険がある場合には、同居をしていたかどうかについても確認をする必要があるということは、あの、一点、補足させていただきたいと思います。その上で、今、ご指摘の事例についてですが、あの、おっしゃるように、確かに国ないしは療養所はある方が、その。 元患者であったかどうか、入所されていたかどうか、あるいはその給付を受けていらっしゃったかどうかという記録は当然持っているわけでございますが、あの一方でその、これはその元患者その方の個人情報に当たるということで、私たちとしてはその個人情報保護法令に基づいたと取り扱いをしなければならないという立場にもございます。でこれは一般論として申し上げれば、例えば、ある方はハンセン病元患者の方ですかと聞かれて、それはやっぱりその、 元患者の方の同意がなければ、国としてはその答えられないというのが、個人情報護法上の取り扱いということになるわけでございまして、そういう意味で、今お話になったような例でえあって、例えばその給付を受けておられれば、給付の通知など、もちろんそれに関する書類をご家族の方でお持ちになっておられれば、それは一つの証明になろうと思いますが、国の方で、この方は、 元患者の方かどうか確認をしろということを言われるということになるとすれば、そこはやはり難しいと考えております、個人情報保護上、するべきではないというふうに思っております、そういう意味で、先ほどもお話ありましたように、やはりその入所者の方々に、きちんと私どももその今回の保障の趣旨等についてお話をし、円滑な支給について図っていくということは大事なのだと思っております。 そ,まあ、そこをぜひ乗り越えていただきたいというかです、ねその、この方がハンセン病患者でありましたとかっていうことを、その申請のあったご家族に一つ一つ通知をする必要はないと思うんですね、要は国が確認する段階で、その方が給付金の、給与金の対象者だ,だったかどうかということを確認すればです、ね、それは。 ご家族、患者であったということの証明になるわけですから、何もそれを相手側に、この方はまあ患者でしたとかででありませんでしたということを別に通知する必要はない、な、ま、ん、あ、とか乗り越えていただかないと、家族だと言って、請求をしたけれども、実際に受け取れない方がやっぱり出てくる。 ととと思思ううんですすねここを何とかしていいいいたただきなにまもう一つ、やはり認知症や寝たきりのケースですね、ご自身で意思を表明できない方、こういう方々については、やはり明示的な反対がない限りはです、ね、えー、入所証明書を交付するという運用があってよいのではないかというふうに思いますが、いかがですか橋本副大臣。 はいあのー、もうご質問の趣旨というものは私たちもとてもよくわかるのでありますけれども、やはり個人情報保護法上、えー、同意というものが必要だその、要するに目的外の情報の利用についてはという縛りがかかっている以上を、例えば寝たきりの人であろうと、まあ、例えばあの明示的な意思表明が難しいような状況の方であろうと、その えー、やはり、まあ、だからといって、そこのところを緩く運用するということは困難であると思っております委員長泉君またさらにです、ねあの、例えば家族、親族の中のこの人から請求があったときには、当事者の方はあの、まあ、手続きに応じてです、ね、患者であることの証明を、まあ、入所証明書を出したとで、別な親族が出した場合には、その証明書を出さなかったというケースも 場合によって出て出くると思うんですねでこういうこともです、ね、まあ、一度、その方がご家族、まあ、患者であるということを、ご自身で、まあ、入所証明書という形としてです、ね、出,せ出したんであれば、他の家族が請求をしたときにもです、ね、それは一度、医師というか、まあ、ご自身としての患者であるということを出しているわけですから。 他の家族、親族でも対象者であれば、それを使えるようにしてもよいのではないかと思いますが、これも難しいですか橋本副大臣。 はい、あの今お話になった例について申し上げれば、それはその、まあ、私たちはやはり元患者の方の個人情報保護の観点というのは踏まえなければなりませんが、一方で、場合だとか、そのどういう形でそうしたことをご証明いただけるかということにもよろうかとも思いますので、た、まあ、多分いくつか要件など、私たちも考える必要があろうと思いますが、整理してみたいと思います。君ぜひそこはできる限り請求した方がです、ね あの周りから見ていても、それはもうご家族なのにという状況で、残念ながら請求が実らないということにならないようにしていただける、で最後に、ちょっと時間がなくなってしまったんであるんですが、先ほどからあの大臣の方がですね、 えー、専門家の家族関係の修復には専門家の支援が必要だということをおっしゃられ、またあの当事者についてのエンパワーメントということも大臣おっしゃられました、ぜひ、ね、10月2日に行われたあの協議の場ですが、まあ、これを継続してほしいのとです、ねえー、やはりその中で先ほど、専門家による支援が必要だとか。 当事者によるというものがありましたんで、それぞれ部会を作っていただいて、集中的に議論していただく、そういう場があってもよい,いのではないかと思いますが、この質問、最後にさせていただきたいと思います橋本副大臣、時間となっておりますので、簡潔にご答弁お願いします、はい、あの今、いただいたご意見とご指摘も踏まえてあの、しっかり家族の方、また関係者の方々と、まあ、協議をさせていただいていきたいと思います。はい 次に…